Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんおはようございます。田中慎太郎です。おはようございます。大橋小雪です。はい、こちらが2月の19日金曜日の配信となります。はいはい、どうですか毎回こんな感じですねいつも早いですね早いですね最近っていうのであれですけどね、まあちょっとね、あの、うん、クラブハウスを使ってこの収録の前にちょっとお話ししたりとかしてるんですけど、はい、でそこでね、なんかテーマになることないかなとかいろいろ考えてはいるんですけど、結局あのそこで話されたこととは違う話になるのが、まあ、常と言いますか、うん、確かにそうですね、そんな感じになっちゃってますよね。で結局今回もその、まあ、この収録に入る前にちょっと話というか打ち合わせをして、はいはい、でちょうど、はい、小雪さんの方が、はい、ラジオ川越ですか。はい、ラジオ川越ですね。ですね。はい。の、番組を担当されるということで、はい、で、2月の28日に開局なんですよね。はい、開局予定ということで、なんかね、うん、もうすでに SNS もバンバン使ったりとか、スポーツ部分でもこんな番組やってますとか言って宣伝したりとかですね、それこそ YouTube チャンネルが、もうサブスク680人、うん、なんですよ。結構なんかね、もう現段階から盛り上がってる感じで、私も川越住んだことがあるので、うん、ちょっとどうなっていくのか、このラジオ川越楽しみだなぁなんて思ってるんですよね。そう、それに絡めて僕が生まれたのが川越なので、ね、あのちょっとその 川越中心にまあちょっとローカルなトークで申し訳ないんですけどあの東武東上線沿線の話であったりとかっていうのはちょっとしようということになって、はい、っていうのは、まあ、そもそもがね、あの小雪さんとのつながりっていうのが、僕は埼玉県人会でお会いしてお話ししてっていうところだったんで、うん、はい、まあ、あの日本の皆さんはどうかわかんないんですけど、こちらの方は割とこう県人会のつながりとか結構大切にされてる方多いですよね。確かにそうですね。私も日本にいた頃、その県人会うんぬんかんぬんってそんなに正直興味はなかったんですけど、やっぱりこっちに来てですね。そうですよね。はい、うん、なんか僕もともとサンフランシスコに行った時も、まあ、埼玉県人会とか関東の県人会ってあんまない印象なんですけど、うん、なんか沖縄県人会とかね、すごくこう人数が多くて、あとは広島県人会とか、あと群馬県人会ですね。っていうのが、その、移民でいらした方が結構その、多くて、その県から来られた方っていうのが。で、まあ、そこで皆さんがこう集ってっていうのが、まあ、始まりだと思うんですけどね。うん。で、ニューヨーク来て、まあ、たまたま同僚が、入ってたというのもあって、埼玉県人会に参加して、でちょうどもうだいぶ前に、うん、かなりアクティブに本当に毎回参加するぐらいだったんですけど、ちょっとなんか一回足が遠のいて、本当にちょうどコロナ前に会った時に参加して、あのね、そこで小雪さんともあの、うん、初めてお会いして、はいはい、コロナ禍に入ってこういうね、あのポッドキャストを始めてるっていう、なんか本当につながりっていうのが、そう、あの結構海外では重要だったりするので、まあちょっと無理やりなね、あのこじつけな理由ですけど、ちょっとで、まあ開局されるということで、はい、そうですね、川越いいとこだよねっていう話をしようかっていう話になってるんですけど、はい、うんうんうん、うん、はい、そうですね、まずなんか小江戸川越って言われてて、そのなんていうの、昔ながらの街並みというか、京都までではないですけど、うん、ああいった雰囲気が漂ってるわけじゃないですか。うん、すごい好きですね、あの辺りが。僕でもかなり行ってないんで。どのぐらい？あの駅に降りて
駅前を見たりとかっていうことはあんまりしてないので、多分もう10年ぐらい行ってないかもしれないですね。あ、本当ですか。ただ僕の、まあ、実家というか、まあ、毎回姉が住んでるところにちょっと泊めてもらうんですけど、その時に、はい、東武東上線という東武の線があるんですけど、はい、そこの駅から、はい、東京に出る場合って必ず、まあ、川越を通るって、まあ、車内から、あ、随分発展したなっていう思いで見てるって感じですね。そうですね、東武東上線の中ではなんか一番にぎわってるって言っても、この駅周辺だったりとか、駅降りてもすぐに、あれなんていうの、ビルディングかな、モールみたいなのがあるわけじゃないですか。もう買い物も不自由しないし、人もにぎわってるし、結構活気のある場所ですよね。そうですよね、まあ、昔からね、そのちょっとあの辺の中では、まあ、高校生の時代とかはちょっと遊び行くといったら川越か、まあその東武東上線あるあるで申し訳ないですけど、まあ川越か池袋ですよね。その通り、本当そうですね。いや、懐かしいですね。で、そのラジオ川越さんがこれからまあコミュニティの中で開局されるっていうことで、今慎太郎さんの話にあった川越駅の駅前のアトレっていうでかいビルディングがあるんですが、その隣にオールな、ビルディング名わかんないんですが、ビルディングのところにオーロラビジョンを掲げて、そこでちょっと収録風景とか放送風景とかを流すっていう話も出てますよ。すごいですね。いろいろやってますし、だからそのアトレの隣のビルディングがあったのか、オーロラビジョンも私は記憶がないんですが、もしかしたら最近できたものかもしれないですよね。全くわかんないですね。アトレはでも分かりますよね。アトレは分かりますけどね。そうですよ、多分中は入ったことないんじゃないかな。そうですか。大体その行っても車でちょっとこう駅から離れたあたりのなんかショッピングモールであったりとか、なんかレストランであったりとかっていうのは結構行ってるんですけど、その電車で行ってってことはあんましてないですね、ここ10年ぐらい。なるほど。電車使う方だと、もうあの駅周辺は何の不自由もなく、何も揃っている場所ですよね。そう、だから一回ね、本当にゆっくり帰った時にあの辺を散策したいなとは思ってるんですけどね。僕の代わりに、一昨年か、はい、一昨年うちの妻が日本に出張があって、はい、帰ってんで、うち の, 姉夫妻と、はい、に連れられて菓子屋横丁に行ったりしました。僕がしばらく行ってないのにうちの妻が行ってましたけどね。え、奥さんはちなみに埼玉の方ではないじゃないですね。で、東京の人ですね。で、菓子屋横丁は初めて、初めてだと思います。なんて言ってました？いや、なんか、なんとも言ってなかった。嘘。いや、なんか、こういう、まあ、こういうとこあるんだっていう感じじゃないですかね。ああ、そうか、そうか、そうか。でも、なんか、海外に慣れてると、その、菓子屋横丁みたいなのとか、小江戸川越のあの雰囲気とか、結構感じる。ああ、まあ、そうですよね。ね、あと、芋系の、その、要は、お芋の町だから、芋スイーツみたいなのとかもあって、はいはいはい、私お芋のソフトクリーム食べたんですよ。あ、それがなんか、ね、はいはい、味がもうリアルに芋なんですよ。ソフトクリームなんだけど、はい、リアルに芋で、すごい美味しかったのを覚えてます。なんか芋のなんかキャラクいるキャラみたいにいますよね。え、そんなのが出てきたんですか？本当に芋なんですよ。で、それの写真を送ってきましたけどね。あ、そうなんですか。ゆるキャラブームですもんね、やっぱりね。そう、なんか、まあ、それが可愛いっていう意図なのか、可愛くないっていう意図なのか、ちょっと聞いてないですけど。はいはい。うん、面白いですね、でも。でもね、本当にこう、はい、たまに、まあ、マニアックですけど、Google マップとかで散歩しますよね。
ああ、そうか、そういうやり方もありますね。うん、ああ、なんか本川越の駅とかの周りってこんななってんだとか、なんか前ちょっと話したかもしれないですけど、はい、あの、まあ、川越市の駅周辺とかもね、あの、前はスケート場とかあったんですけど、今はもうないですよね。確かスポーツクラブがあって、そんな感じになったのかな。確かスケートリンク、うん、ありました、ありました。なんかね、そういうのとか、あと、ホームラン劇場っていう映画館があったんですよね。いつまであったかちょっと定かではないんですけど、あと、川越スカラ座って映画館があって、はい、ありました、ありました。僕は本当になんかもう、あの、かなり、あの、まあ、昔から映画をよく、まあ、一人でも、もう中学生ぐらいから、はい、あの見に行ってたんですけど、まあ、多くは、まあ、池袋に行くことが多かったんですけど。わかります。うん、でも、なんかちょっとこう、友達と行くってなると、あの、それこそホームラン劇場とか、うん、なんかスカラ座とかも行ってましたね。行きましたね。うん、私も、いくつぐらいだろう。高校生ぐらいの時に、あそこ確か安かったですよね、学生さんって。まあ、学生は安かったんじゃないですかね。ちょっともう全然値段とかも覚えてないですけど。私も覚えてないんですが、確かすごい安かった記憶があって、私と友人と2人で行って、うん、もう1人だけ、3人だけだったんですよ。その劇場で、うん。で、そのもう1人が高校時代の同級生だったっていうことがありましたね。ああ、むちゃくちゃ、もう、ローカルですね。うちわで、そう、うちわだけで。人も少なかったですけど、行きましたね。スカラ座、うん、どっちだったかな、ホームラン劇場だったか。僕はなんかどっちも利用してましたね、結構。家族で行ったこともありましたね、確か。あ、本当ですか。うん、でも、今それこそコロナに入ってからは映画、外、あんま映画館とか行かないんですよね、きっとみんなね。あ、でも空いてますよね。都内の、空いてる。わー、やっってるところは皆さん結構行くのかな。どうしてるんですかね、本当にね。あ、でもそれこそアトレとかにあるんですかね。あの、僕の今その姉が住んでる、はい、ところの最寄り駅が若葉駅っていう、東武東上線の若葉駅ってところなんですけど、はい、そこはあのあるんですよね。あの、若葉ウォークっていう、あの、ショッピングモールがあって、その中に映画館があるんですよ。行ったことないんですけど、以前よりは、その僕らが、まあ中学生とか高校生とかの頃よりは、もうちょっとこう、家の近くに映画館があるっていう環境にはなってるのかもしれないですけどね。うん、なるほどね。その当時そこしかなかったですもんね。いや、ないですよ。最寄りは。そうですよ。私なんか東武越生線の諸山からわざわざ川越まで映画を見に行っていや、本当そういうレベルです。そうですよ。諸山町ですよ。川角じゃないですね。川角です。川角ですね。諸山って駅ありませんよね。ね、なんだっけ、東諸っていう駅があるんですよ。あ、はい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 。はい、その2つ手前の私の最寄り駅は川角っていう駅です。はいはい。はい、そうです、そうです。むっちゃローカルですよね。むっちゃローカルですよね。なんかでも面白いですよね。こうやってポッドキャストとかで埼玉のローカル話とか川越のローカル話。いいですよね。うん、今川越でどんなことが流行ってたりとか、皆さんがどんな感じなのかってすごい知りたいですよね。いや、本当知りたいですよ。だからその、うん、今度そのラジオ局開局してから、私もニューヨークからの情報をもちろんご紹介はするんですけれども、うん、先方のパーソナリティさんとのやり取りの中で中継をやっていくので、うん、先方の方からはその川越の雰囲気とか情報を聞きたいですよね。どんな感じになってるかっていう、うん、すごい聞きたいですね。ねえ、栄えてるんじゃないですか。いい感じになってるとは思いますけどね。うん、便利ですもんね、都内に出るにしてもね、あの辺にするってね。うん、本当便利。都内までも、それこそ池袋まで急行使ってしまえば30分ぐらいで行けますし、うん、わざわざ都内に行かなくてもそこでこと済んでしまうと、ある程度のエンターテインメントとかレストランもショッピングセンターなんかもありますからね。そうですよね。なんかいろんな思い出のところがありますよ。なんか本当に時間があるときにゆっくり
回りたいところですね。行きたいですね。なんか私今年ね、多分数ヶ月後に一旦日本に一時帰国で1週間2週間ぐらい帰んなきゃいけないので、うん、ちょっともうその時はがっつり行こうかなとは思ってますね。あ、もうあのライブ配信してください、あの街を歩く姿。いいですね、それ。コメントをしますよ。あ、ちょっともうちょっとカメラ右にやってください。あ、ここの店知ってますとか。あ、それやりましょう。すげえ見たいですね。そうですよね、うん、ちょっとね、川越駅から本川越駅をかすり、はい、川越市駅までちょっと歩いてほしいですね。はいはい、あ、全然いいですよ。ちょっとそれやりましょうか。川越散策みたいな感じで。川越散策ちょっとね、うん、それで県人会の皆さんで見ていただくみたいな。ああ、そうですね、いいですね、はい、なんか本当にいいんですか、この埼玉あるある的なことで盛り上がってニューヨーク全く関係ないっていう。関係ないですね、あの、まあ、桜の日に関しては全然、まあ、うう、田畑さんとそれこそコーナーもやって、ひたすらそうですよね、そう話だけをしてた時間もあったぐらいなので、もうでもまあね、それこそ、はい、あの県人会自慢じゃないですけど、うん、私の県こんな素敵っていうのね、あの話したいという方がいたら、もうぜひあのご連絡いただいてね、このあのリアルトークレディオでもお話しいただけたらと思うんで、もうぜひぜひという感じですよね。そうですね、各県人会でなんかそういうのをここを通じて盛り上がっていったら面白いですし、それこそクラブハウスなんかでもそういうのをやってもいいんじゃないですか。そうですよね、うん、ね、埼玉県人会とりあえずトライしてみる価値はありそうですよね。うん、やってみましょう、うん、とりあえずかつね、それこそ日本の埼玉県、はい、まあ、埼玉県人っていう意識があるかどうかわかんないですけど、日本人で埼玉に住んでらっしゃる皆さんとこうなんかね、あ、そうなんですか、今そんなのが流行ってるんですかとかね、なんかそういうの聞きたいですよね。はい、今川越でこんなのができたんですとか、うん、もうそれ聞くだけでもこっちはワクワクしますもんね。しますね。うちはあのLINE のグループを作ってるんですよ、家族で。はいはい。あの、なんか僕らは別に全然関係ないですけど、そのうちの姉とあの義理の妹が、あ、なんかあそこのスーパーはまだなんとかあったよとか、まあその物がなくなってた時あったじゃないですか。あの、なるほど、はい。そういう時になんか情報交換とかしてて、すごいなんか、あ、全然どこに何の話かわかんないけど、すごいローカル感でいいなと思いながら聞いてましたけどね。あ、そのじゃあクラブハウスバージョン、埼玉県人会、ニューヨークだけじゃなくて埼玉県民のなんかそういうのをやっていきたいですね。埼玉とニューヨークの埼玉県人、ね、アメリカの埼玉県人とか。あ、じゃあとりあえずも、はい、これ、まあ、金曜日というか、まあ、これ今配信してる金曜日の夕方5時からも一応そのね、小雪さんとあの、はい、予定してるじゃないですか、あの、はい、クラブハウスのテーマをもう埼玉県人、集まる埼玉県人みたいにしちゃうとかね。いい、やりましょう、うん、やってみても面白いかもしれないですね。それやりましょうよ、うん、5時で日本時間の土曜日朝7時、じゃあもう少し遅い時間しましょうか。もしかしたら集まれるかもしれない。でもですね、僕その後に8時から予定が入ってるのかな。だから7時ですね、もしできても。そっちの方がいいんじゃないですか。そうしましょうか。はい。あるいは6時頃から緩く始めてみてみましょう。そうですね。そうしときましょう。はい。いや、うん、めっちゃ面白いと思います、これ。っていう、結局はやっぱりクラブハウスの使い方で話が終わるということですね。やっぱ着地そこでしたね。まあ、着地そこでしたね。なんですけど。あ、まあまあ、でもいいと思います。はい。はい。わかりました。じゃあということで、金曜日のニューヨーク時間午後6時から8時の間、はい、日本時間は、朝8時から10時の間。そうですね。はい。集え埼玉県人ということ。はい。あ、いいですね。はい。はい、それニューヨークあんまり関係なくなっちゃいますけどね。まあでもニューヨークにお住まいの方も、はい、まあ別に埼玉県人じゃなくても埼玉県大好きな人とかでも全然いいですよ。あ、そうですね、ちょこっと住んだことあるとか。はい、そうしましょう、はい、それで埼玉に何らかの形でゆかりのある皆さんですね。そうですね、はい、そうしましょう。
はい、お互いにじゃあ SNS で拡散しましょう。拡散しましょう。はい、OK です、はい、ありがとうございます。終了という感じで、はい、では皆さん良い一日をお送りください。はい、良い一日をお過ごしください。田中メディアラボ。